もうちょっとしたら西日本豪雨から2年経つマビなんですけど、マビでも浸水した、飲食店が多くあるんですけど、こちらですね今日は、一応ここも浸水したんですけど、新しい式ということで新式という感じでやってます。予約再開したんですかね。でも今日ここは初めてなんですけど、チェーン店のね台湾料理屋さんなんですけど、基本的に中国のね方がやられてます。ちょっとね今日はここに行って、ね、いろいろ書いてますけど、見せようマビの、底力とかお弁当テイクアウトできますとかいろいろあります。ちょっとここをね今日はまた攻めてみようかなと思います。それでは、初めて、いやなんか水島のなんかこんな来たことある。あ、そうなんだ。ちょっと入っていこうかな。結構ボリュームあるやっぱメニューが多いっていう方式。こっちもすごい安い、800円だよこれと。はい、こういう感じなんや。今日のメニューです。台湾味噌、うん、台湾味噌ラーメンらしいです。すごいなこの麻婆豆腐。これですよ。さっきまでグツグツ言ってたけどね、ちょうどいい感じで冷めて。あんまりしつこい味じゃないけど、ちょっとピリ辛。程よい塩加減。うん。一緒に食べたらすごい最高だと思う。いただきます、うん、あ、甘酸っぱいタレとマヨネーズがご飯の上に乗せて食べたら美味しいと思います。はい、というわけで、ごちそうさまでした。新式ということで、やっぱりどこのお店ともチェーン店とも内容は一緒なんですよね。やっぱりお腹いっぱいになりますね。はい、というわけでこれ結構遅くまでやってます。時間はこの下に載せてありますんで、ぜひ興味あったら来てください。で、店員さんもね結構そんなにきつい感じの人じゃないんで、はい行ってみてください。はい、というわけで今日はこんな感じで終わろうかなと思います。はい、復興マビということで、それではまた。フラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。